こんにちは、ロナン役の加藤和樹です。実際今日着るのは初めてで、何回も衣装合わせをさせていただいたんですけれども、僕のロナンだけはですね、他の皆さんと違ってちょっとこうボロボロなんですね。でもそういうところにもですね、本当細かいところまでいろんな工夫がされていて、なんかこれを着て実際に早く舞台に立ちたいなという思いでいっぱいです。で公演なんですけれども、僕自身ですね、この実際に1789のフランス版の映像と、そして宝塚版を見まして、でどちらも違ったこう楽しみがあるなと思ったんですね。で今回の僕らがやる東宝版1789というものは、そのどちらとも違ったまた新たな1789を作りたいと思っています。それは歌にしろ、ダンスにしろですね、お芝居にしろ、一つ一つのことをもっとより昇華させていきたいなと思っています。この東宝版1789ですね、もう宝塚版をご覧になった方も多いと思います。僕たちですね、ダブルキャストで、僕は小池徹平君とダブルキャストですけれども、またそのキャスト違いの組み合わせも見て、それぞれの、違いを発見していただきたいなと思います。とにかくこう映画のようにこうワンシーンワンシーン、ダンスもアクロバティックでかっこいいですし、とにかく小池先生がこの東宝版1789をどう料理されるのかをぜひ楽しみにしていてください。僕たちも楽しみにしています。劇場でお待ちしています。